1日目、機械の扱いに慣れているとはいうものの、瞬く間に幹事はルールを覚え、丸い玉を次々と食べながら得点を上げていきます。ご覧ください、この真剣な眼差し。Stay away, be careful. Keep going, now you can get him. That's right. タコの形をしたモンスターに気をつけて。Be careful. Ah. 2日目、研究所のスタッフはさらに複雑なルールを教えます。効率の良い得点の仕方もあっという間に覚えました。高い得点の獲物を狙って食べに行くことができるんです。赤や黄色のモンスターも青色に変わっている間は食べて得点することができます。漢字は次々と食べていきますが、おっとやられてしまいました。3日目になると腕前は一段と上がりました。動きに無駄がなくなっています。しかもスピーディーです。カンジはモンスターからも上手に逃げています。Go get him. Oh no! The pursuing ghosts.このゲームは追いかけてくるモンスターから逃げたり、反対に青色に変わったモンスターを識別して追いかけたりといった高度な判断力が必要です。言葉と色の理解力にもよりますが、人間なら多分 5,6 歳の子供の知能がないとこなせないでしょう。漢字の研究は人の進化を探る上で重要な手がかりを与えようとしています。